こんにちは。今日は世界の5つ星ホテルの紹介で、スイスのジュネーブとシャルドンヌとモントルの5つ星ホテルの紹介をしたいと思います。今日来てるのはラ・ミラドール、ローザンヌとジュネーブの、モントレのホテルに来ていて、今日は奇跡的に誰もいないので、ホテルのエリアからお送りしたいと思います。はじめはラグジュアリーホテル2選。今回イントロで話しているル・ミラドールリゾート&スパはモントルとベベというエリアから、車を使わないアクセスの場合、MVRという鉄道会社のロープウェイと電車を合わせたような乗り物で標高の高い位置まで移動します。宿泊客はほぼ車で行くと思いますが、せっかくなので乗ってみました。チェックインは遅くなってしまったので真っ暗、場所は Google マップで大丈夫なのですが、街灯もあまりないので夜チェックインの場合はやっぱり車で行くことをお勧めします。今回チェックインの時に受付の方がとってもいい人で、遅くまで仕事お疲れ様でした、ジュニアスイートが空いているからアップグレードしておくよとさらっとアップグレードしてくれました。嬉しすぎます。そして入ってすぐのミニバーのソフトドリンクは好きに飲んでいいよと言われたのでチェック。コーラは飲まないのですが、それ以外のジュースをいただきました。さすがスイート、まず部屋が広いです。ミニバーの裏には仕事や勉強用のデスク、リビングエリアにクイーンくらいのベッドがあります。嬉しいのがミネラルウォーターとガスウォーターが2種類あること、さらに欧州なので当然あるのがベッド脇のチョコレート。オランダやドイツもどんなグレードのホテルでもベッド脇のスイーツだけは欠かしません。バスルームの手前にウォークインクローゼット、これもまたとても広いです。そしてバスルームの中はバスタブも大きく、さらにジェットバスです。アメニティはスイスアルパインハーブスというところのもので、今回初めて見ました。使い心地は普通でした。シンクはカップルで泊まりに来た時には嬉しいダブルシンク、一人でも大きいのは女性にとっては嬉しいですね。ドライヤーも風力強めで嬉しいです。すりガラスになって隠れているのはまずシャワー、レインドロップシャワーで、隣はトイレですね。使いやすい作りになっています。テレビモニターの横は The Reading Hotels of the World のブックが、ちなみにマリオットやヒルトンのようなホテルコングロマリットのことです。バルコニーは夜なので真っ暗ですが、月が綺麗に見えました。部屋に戻り、ルームダイニングで夕食、ボロネーゼをオーダーし、もちろんスイスなのでチーズはたっぷり、2人前ぐらいのボリュームで、さらにパンもついていたのでお腹いっぱいです。せっかくのスイートを満喫するため朝食もルームダイニングにしました。食べ終わったらスパへ。ピアノバーや日本食レストランなんかもあるようです。そしてチェックしたいのがジバンシーのスパ、これは翌日買い物をした時にちらっと中を見ました。アーケードを抜けて螺旋階段を降りていくと広いレッスンスタジオ、そしてフィットネススタジオもかなり大きく、マシンも充実しています。
上のフロアだったので、エレベーターで上がり、いざプールへ。広いプールにジャグジーもあって、イントロを撮った後は小1時間ほど貸し切り状態で泳いだり、ジャグジーに入って過ごしました。部屋に戻ってからも湯冷めないように2度目のジェットバス。バスタブはドイツ発祥のカルデバイ。大きくデザインが良くて使いやすかったです。炭酸水とチョコレートを用意してバスタブで。翌朝は朝食から。キャロットジュースから始まってパン、チョコクロワッサンが最高です。そしてチーズオムレット。あとハムとチーズを添えてという感じですね。これはルームダイニングでオーダーしました。紅茶を片手にバルコニーへ。前日は真っ暗すぎてわからなかったのですが、結構広くて食事ができるダイニングテーブル、あとチェアもあります。そして景色が最高。動画がなくて残念なんですが、この後霧が晴れて街がクリアに見えて、それはもう美しかったです。私はリーダーズクラブの上位会員でないので、今回ホテルズ.com 経由で予約をしたのですが、素晴らしいホスピタリティと設備、あと食事に大満足でした。ここは来るたびに泊まりたいホテルです。ちなみにこのエリアはシャルドンヌ。周囲にはブドウ園が広がって、ジュネーブ湖とスイスアルプスの素晴らしい景観を楽しむなら、ここはまさにそれができる場所です。次に紹介するのはフェアモント・ル・モントルパレス。モントルは1967年から続くジャズフェスティバルの開催地として有名なようですね。フェアモント自体はロンドンやモナコで泊まってきたのですが、ここも同様ベルエポック様式の建築が美しいホテルです。入ってすぐのシンクはダブルシンクで、アメニティは最近よく見かけるモルトンブラウンで統一されています。週末ということで予定を入れてちょっとおめかし。シャワーはレインドロップと普通のシャワーの2つで、バスタブはここもとっても大きいです。フェアモントのバスローブ。フェアモントはセントレジスと雰囲気が似ているので、よく記憶がごっちゃになります。部屋に入る手前に有料ミニバー。全く飲まないですが、お酒も充実して揃っていました。クローゼットが広くて、ジュエリーなどの小物も分けて収納できるのがいいポイントでした。ちなみに今回の部屋はレイクビューのキングベッドデラックスルーム。ベッドの脇の電話の形に時代を感じました。横にはスイスの国旗のマークのベル。これは部屋の清掃不要のエコサインですね。部屋が広いがゆえ、テレビモニターまでの距離がちょっと遠めでした。タブレットもあり、ルームダイニングのメニューが見れたり、近隣のランドマークの情報が見れたりします。おすすめされて見に行ったのはシオン城。囚人の城というと物騒ですが、湖畔に浮かぶようにそびえる姿は美しくて、ディズニーのリトルマーメイドのエリック王子のお城のモデルにもなっているとか。他にもモントルーは
石畳の通りにカフェや音楽にちなんだお土産も買えるお店が立ち並んでいて、夜はクリスマス前の時期ということで、ご飯がライトアップもされています。私はここならではのお土産として、ジャズに関連したスノードームなど、お土産ショッピングもブティックで楽しみました。この部屋の見どころとしては、一番はレイクビューのバルコニー。よく選定されたパレス前の公園も美しく見ることができます。標高が高いからか気候が目まぐるしく変わっていて、すごく綺麗に晴れたと思ったら、次の瞬間深い霧で覆われたりしていたのですが、この日はレマン湖は濃い霧で覆われていました。ちなみにテラスはパンくずを求めて可愛いスズメもたくさん寄ってきます。フェアモントといえばスパなのですが、ここはとんでもなく広くて、部屋から別の塔に移動するというまさにお城のような作りです。フィットネスは今回利用しなかったのですが、ウェルネスプログラムも充実しているようです。さらにここのウィローストリームスパは環境もさることながら、マッサージ、トリートメントメニューも豊富で、ジャパニーズバスというものもあったんですが、どこが日本のお風呂だったのかはわからないままでした。プールは日中は結構人がいましたが、夜の方が若干空いていたと思います。プール、サウナの後のシャワー、ヘアドライヤーも良かったです。一日が終わって部屋に戻ると、これは何時だったか忘れてしまいましたが、外から鐘の音が。夜は真っ暗ですが、ライトアップでどこを切り取っても絵になるホテルです。翌朝はここもルームダイニングをオーダーして朝食、エッグベネディクトが絶品でした。このホテルもとっても最高で、家族や友人も連れて行きたいホテルです。ここからはラグジュアリーよりかはカジュアルだけどとっても良かったホテル2選を紹介します。1つ目がフェアモントと同じモントルエリアのロイヤルプラザモントル&スパ。今回の部屋は予約したのはマウンテンサイドのクイーンベッド、スタンダード。ただアップグレードされていたようで、デラックスのレイクビューでした。部屋はカジュアルだろうとビジネスだろうとデフォルトで広いのが欧州で、過去泊まったどのホテルにも共通するところです。部屋のテーブルにはちょこんとアメニティのキャンドルが、ピンクの胡蝶蘭のような聖火も飾ってありました。バスルームはここもダブルシンク、シャワーは一瞬レインドロップかと思いましたが、スタンダードなシャワーヘッドで、バスタブは大きめでした。アメニティはダマーナというところのもので、日本かオランダのホテルでも使ったことがあるんですが、普通のアメニティです。ベッドの上にはブックマークが。テラスから外を見渡すと、ここも夜は真っ暗なんですが、遠くにモントル湖畔沿いの街の明かりと月が綺麗に見えました。ここのスパは全王スパ、ちょっと読み方があんまりわからないのですが、そんな感じの名前で、フィットネスエリアはこじんまりとしながらも充実した感じ。プールは温水とジェット付きホットタブです。チェンジングルームも人がいなかったので iPhone を回してみましたが、広め。ホテルのスパ、ジムの会員券を販売して、地元の人が会員で使うような感じなんじゃないかなと思いました。サウナはスチームとドライ両方揃っています。
それにしても平日で仕事日だからか、スチームやドライサウナは毎回来るたびに人がいないので不思議です。レストランやバーは音楽にちなんだ感じです。部屋に戻ったら、せっかくなのでアメニティのキャンドルを灯してバスルームへ。あんまりホテルでキャンドルを置いているところもないので貴重でした。せっかくモントルに泊まるのであれば、湖畔の風景は楽しみたいところ。ホテルズ .com ゴールド会員のおかげか、うまくアップグレードされてレイクビューになったんですが、数十フランくらいの差であれば間違いなく湖が見えた方がいいと思います。ちなみに近くにはコンベンションセンターやモントルーカジノなんかもあります。仕事の日は日本時間との調整でだいたい4時ぐらいからは起きて仕事をするので、タイムラプスをしてみました。ここではルームダイニングでなくバッフェ式の朝食。上海やローマなどの標識があったので、ワールドブレックファーストなのかと思いきや、思いっきりザ・欧州のスタイルでした。でもかなり充実しています。ホットミールはスクランブルエッグが美味しくて、ベーコンもカリカリ。ベーコンはパンケーキに乗せて、ジェイクのベーコンパンケーキスタイルです。湖が見える窓際の席で、まだ薄暗い中朝食を食べ、部屋に戻ると絶景。本当にコストパフォーマンスの素晴らしいホテルです。最後はジュネーブ。今回紹介するロイヤルジュネーブは市内ど真ん中で、マナージュネーブなどの百貨店にも空港にもアクセスがいい好立地です。ジュネーブといえば時計。今回は時間の制約で行けなかったのですが、次行く時には市内から1時間ぐらいのバシュロンコンスタンタンのヘッドクォーターでタイムピースのアーカイブを見たいなと思います。個人的には外観が簡素だったので、完全にビジネス寄りのホテルだと思っていたのですが、ロビーは豪華絢爛なインテリア、重厚感もありつつちゃんと清潔感もあって良かったです。特に階段が綺麗で、日が差し込む時間帯も暗くなった夜の時間帯も綺麗です。チェックインまで時間があったので、ロビーのふかふかソファーで仕事をしていたら、気づいたら集中しすぎて3時間ぐらいチェックインの時間が過ぎていました。部屋はエグゼクティブダブルルーム。部屋の装飾も素敵です。部屋はこんな感じで、まあ、リビングスペースがあって、冷蔵庫を開けたら水が一つちょこんと置いてあったので出しました。水がありベッドはキングサイズ。ダブルルームのダブルってベッドのことかなと思っていたんですが、関係ないようです。ベッド自体はロイヤル感がすごくあるのですが、ベッドの脇のチョコレートやボールペンがビジネスっぽいですね。バスルームはシングルのシンク。アメニティは普通。普通しか言ってないですけど、普通でした。特に可もなく不可もなくという感じでした。バスソルトもあります。
バスタブは他のホテルと比較すると小さいですが、それでもユーロピアンサイズです。良さげです。部屋に飾ってある絵画や写真はジュネーブの街並みや彫刻。レセプションでスパの鍵をもらい、チェンジングルームからスパへ。マッサージなども受けられるようですが、スパにはトルコ風呂、ハマムが備わっています。ハマムとドライサウナの違いは正直よくわからないのですが、良かったです。フィットネスは最近は30分ぐらい走るのにしか使わないですが、綺麗で使いやすかったです。朝食はデジャブですが、ロイヤルプラザと同じぐらいかちょっと劣るぐらいの充実度でした。このホテルにはレストランラパルテというミシュラン星付きレストランも入っているのですが、忙しくて行く余裕が全く今回なかったので、次回行きたいと思います。ちなみにここ5つ星から4つ星に下がっちゃったかもしれないです。でも個人的にはスパ、部屋、食事すべてが満足度が高く評価の高いホテルです。で、スイスのリゾートって言えば、私の中ではもうセイントモーリッツ、スキーリゾートなんですけど、でもジュネーブからはちょっと遠いんですよね。週末は結構片道だけでも結構な時間がかかるので、ちょっとゆっくり、セイントモーリッツには行きたいなとは思うんですけど、自分今回は仕事っていうので、ジュネーブとモントレーのホテルを中心に紹介しました。以上、ジュネーブ、モントレー最高のホテルの紹介でした。